厳しい4つの強い風からいきましょう。井上陽水さんは皆さん、ブラボーって馬鹿にされてるって知ってます？僕も新潟のなんだっけ、タコタクトっていうお店のマスターが言ってましたけど、その人 PTM やってて、ブラボーだなって腕が悪いやつにやられて、関係ないですよね。昨日あれですよ、井上陽水が、いやもう小室さんがそういう風に言ったの、あれを聞いてね、いや痛快でしたよ、面白かった。本当ぜひ見てください。あれ長いね、I'm not afraid to
Wait.